ムハンガの島はアフリカ最大の湖ビクトリア湖に浮かぶケニア共和国の島。面積65平方キロメートルで、同国内では最大の古城島である。行政上は東隣のルシンガ島などと共にホマベイカウンティに属する。2015年現在の推定人口は約2万1000人。戦士時代に遡る岩壁画の存在が知られている。 ビクトリア湖の古城国境。右上の境界線東側に接する大きな島がムファンガの島。ケニアビクトリア湖周辺の火山地形。右上がムファンガの島。ビクトリア湖の北東部、ケニアの古城国境付近に位置し、内湾である南湾の湾口に位置している。赤道から南方約 50km の距離にあり、島内を統計34度線が通過する。 面積は日本の八丈島とほぼ同等である。ムハンガノ島は湖の東岸から続く飛山群の山海の一部である。岩山が湖面から300メートルを超えて喫立し、数カ所で赤土の断崖が露出している。沿岸には黒い岩が連なるとともに、張り出した一軸の木や黒い日山土の砂浜、足の将軍聖地がある。島民は狭い湖岸沿い、 もしくは山の急斜面に暮らしている。道は境愛で島の急斜面に曲がりくねって伸びている。地勢は岩がちで氷土が浅いが、オリーブとそれに類する木々の乾燥した寒木が高地の斜面にも自生する。南東側は乾燥した気候で、植物は低木で棘を持つものが多く、アカシアや外来のランタナ及びその類園種である悲鳴はだれそう、などが見られる。北西部は、 雨が、やや多く、森林の植生は、より豊かである。岩肌には、多肉性のアロエや、ユーフォルビアなどがパッチを作り、寒木としてユーフォルビアカンデラブラム、オリーブのアシュのオリやエウロパやサブスプ、カスポダタなどが自生する。ケニア国内のビクトリア湖沿岸の他の地域と同様、島では、コサギやカワウハタオリドリ、ハジロ白イ霊冠ムリカワセミ、 ヒメヤマセミなどの鳥が人間と共存する。イチジクの木々の間には、三色海はシシュモクドリアフリカクロトキハダダトキなどが、岩肌には、岩ツバメなどが生息する。内陸部では飛びを除いて、鳥類を見ることは困難である。ビクトリア湖には、半世紀前に、食用、競技用のナイルパーチが持ち込まれたことで、魚の固有種はほぼ絶滅した。 アフリカ最大のトカゲであるナイロオトカゲも島の沿岸で見かけることがある。島には何、世紀も前に中央アフリカから到来したとされるバントゥー系のスバ人が暮らしており、ルシンガ島やニャンザ州にかけての本土沿岸部と共にスバ人の中心的な居住地をなす。1990年代にはスバ人政治家の働きかけにより沿岸当初も含めたスバ行政区が作られ、 本土の無タに行政機関が置かれた。ただし、現地の地域共通語である、ルオ語を話す、ルオ人との同化と民族間結婚が進んだ結果、スバ文化は抑圧され、スバ語はユネスコの危機に瀕する言語に登録されている。島の孤立性と聖書翻訳協会による式字教育の会あって、2000年現在、ムファンガの島は、スバ語が日常言語としての地位を保っている。 唯一の島である。島内は面積をほぼ等しくする4つの行政区画に分かれている。数十年の間に急速に人口を伸ばしており、1979年には6879人であったものが、1999年には16282人に拡大している。2015年現在の人口は21000人と推定される。島へは 水路と空路の両方で到達できる。空路の場合、ナイロビキスムマサイマラからの直行のチャーター便がある。対岸のムビタからは定期船が往復しており、ムビタもしくは深度でボートを借りることもできる。スバゴを話す人々がいつから住んでいるかは不明だが、WR オチエンによれば、その期限は次のようにまとめられる。まず、 紀元3世紀頃からバントゥ諸民族の小さな移住の波があり、その後15世紀頃から18世紀末にかけて、スーダン方面から内陸部へ、ルオ人がゆっくりと南下した。並行して南のタンザニア方面からはバントゥ系の小集団が移り住み、スバ文化の基礎を築いた。18世紀に北西のウガンダから覇権争いを逃れた。 バントゥーの一派がムファンガの島や沿岸部に定着し、彼らが南方からやってきた人々と混成することで、今日のスバ人が形成されたと考えられる。しかし、スバという民族意識がいつごろ生じたのかは定かでない。スバ人の間では、島はアイボンガのという名で呼ばれる。これは、スバ語で和解を意味し、17世紀に和解の儀によって、 島内の構想が解決したことから名付けられた。以来スバ人は平和に暮らし、社会の内外で平和を維持する手段として、和解と斜面を尊ぶ寄付を受け継ぐことを約束した。島民はもっぱら農業と漁業に従事し、トウモロコシキビキャッサバ、豆、果物を育て、牛、ヤギ、羊、カモ、鳥を飼育する。多くの家は黄色い花をつける。 共築島下の木花共築島の池垣に囲まれている。また、旧館地には、朝顔が自生する。島民の間では、ナイルパーチやダガーの漁が行われている。スバの人々は移動性が高く、ビクトリア湖全域にわたって、漁や交易を行う。水産物は、地域で消費されるかケニアの消費地やヨーロッパに運ばれる。低開発地域で、インフラの整備は、 進んでおらず、島内に舗装道路は存在しない。最初の発電設備であるディーゼル発電機が導入されたのは2008年のことであった。1950年代のナイルパーチの導入後、産業の漁業化と市場経済化が急速に進んだ結果、食料摂取量の低下などの弊害も出ている。また島を含むホマベ地域は、婚姻慣習の影響もあって、国内で 最も HIV 感染率が高く、ムハンガの等の成人の約27%が、罹患者であるとともに、マラリアへの感染率の高い地域でもある。日本国内でも、NPO やテーブル4-2による支援が行われている。島内には、スバ社会の文化、自然の保護を目的に作られた、ケニア発のコミュニティ博物館である、スバ民族コミュニティ平和博物館がある。 博物館は2009年に設立され、ケニア国立博物館などとの協力で、岩壁画の保護管理などに努めている。観光プロジェクトの立ち上げ以来、岩壁画目当てに数千人の来訪者があり、その利益をもとに小学校も建設されている。岩壁画は島に限らず、ケニア国内外の様々な場所で見られる。これらは、トゥアという古代の狩猟採集民によって描かれたもので、 雨乞いのために描かれたと考えられている。スバジ人は約200年前にこの地域にやってきた際に雨乞いの儀式としてこの場所を利用していた。ムハンガの塔のマワンガ洞窟は船着き場から徒歩5分のところにあり、ビクトリア湖流域周辺の多くの場所で見られるものと、様式が似て赤と白の同心円螺旋、雷の模様を描いている。 これらは1000から4000年前に描かれたと考えられる。島の高台にあるクイトネ洞窟にも同様の芸術が残されており、マワンガ洞窟のものより色彩や躍動感に富んでいる。部族の長老らが説明するには、彼らは戦や揉め事が生じた際に平和をもたらすよう先祖に助けを請うために洞窟を訪れていた。 ここに来る際は、場所の名前を述べたり誰かに来訪することを告げては、ならず、また来訪前には再会することなっている。約200年前の部族構想の際に、ある部族が洞窟の中に逃げ込み、女性を戦士に紛争させて、勝利を収めたという伝承が残る。現在でも、島の人々が様々な企ての勝利や成功を、先祖に祈願するときに訪れることがある。 クイトネ洞窟は今では特別な儀礼の役割は果たしていないが聖地として周辺の木々の伐採が禁じられている。洞窟にはスバ民族コミュニティ平和博物館からのガイド付きで訪れることができる。ありがとうございます。